縫い目がない 3D ニット構造を採用し通気性、吸湿発散性、速乾性を備えており こんにちは。山タビタビチャンネルの柳原です。今回紹介するのはこちらのパタゴニアのキャプリンエアボトムです。僕はこのボトムスを行動着としても休憩着としても着用できるボトムスを探していて購入したのが始まりです。それから2年以上夏場の重装登山、雪山登山、バックカントリースキーなど様々なシーンで活用している大変気に入っている行動着そして休憩着の一つです。今回はこのキャプリンエアボトムの デザインと構造、そして僕自身の活用方法、これまで着用し続けてきて感じたおすすめポイントについて紹介をしていきます。まずはじめにキャプリンエアボトムの特徴について紹介をしていきます。このボトムス、最も特徴的な一つに、縫い目がない 3D ニット構造を採用しているという点です。素材にはメリノウールとリサイクルポリエステルを使用しており、ニット素材なので通気性、吸湿発散性、速乾性を備えており、 さらにメリノウールによる防臭効果も維持された作りになっています。コンボ比率はメリノウールが51%、リサイクルポリエステルが49%となっています。このニット素材による通気性というのが非常に優れていて、行動中に熱が溜まってしまって熱くなるといったような経験がありません。そして、 程よく保温してくれる。例えば、減冬期だと、このタイツの上にハードシェルのボトムスを着用するのですが、1月、2月においてもちょうどよく快適に過ごすことができます。どちらかというと、寒さによって、ハードシェル側のデニールスを描いているという点、そして、暑くなった時に、ジッパーによって通気性の確保をすることができるハードシェルパンツを着用しているので、それらを含めて、 快適な行動ができるといいう,うに考えています。ウエスト部分においては非常に優れたストレッチバンドが使用されています。コードなどは一切何もなく、きつくもなく、そして緩くもない、長年使用し続けても下手りの少ない、そんなストレッチバンドが使用されています。そして足の裾側はこのような少しストレッチするリブ編みが採用されています。僕はバックカントリースキーをするときには このタイツの上からソックスを重ねるようにするので、ソックスが上に来るような、そんなレイヤリングにしていますで。その時にも程よく足にフィットしてくれるので、ソックスを履いた時にソックスの中でこのタイツがダボつくようなことがなく、そして上からスキーブーツを履いても痛くなるようなことがありません。これも縫製部分がないことによるメリットだと感じています。 続いてこのキャプリンエアボトムを履き続けてのレビューです。まずはじめに3シーズンの登山だと僕はこのエアボトムをこのように小さくして、そしてスタッフバッグの中に入れて、重装登山であればパジャマ、そして夏場だと短パンで登山に出かけるんですけれども、もしも寒くなったらといったような不安がある場合にレインパンツを履く以外にこのタイツを短パンの下に履いて保温力を増す、そんなような使い方をしています。重量は約 150g。 ほどなんで、パジャマとして持ち歩くのにも苦になりません。そして、履いた時にあまりタイツっぽく見えないのも気に入っているポイントです。雪山になると、このキャプリンエアボトムの上にシェルパンツを履いて、11月頃からは、例えば、つばクロだけに登るといったような時にも、このエアボトムを履いて行動することが多いです。山小屋について、パジャマとしても着用することができるので、これは登山終わりから休憩、そして次の日の登山においてまでずっと履き続けるような、 ウェアになります。そしてバックカントリースキーの場合は特に12月後半1月2月という厳冬期シーズンにおいて非常に気持ちよく快適に過ごすことができるインナータイツとして使用しています。また、肌寒い季節のトレイルランニングにも非常におすすめで、このパンツの上に 薄手のシェルパンツを履いたり、薄手の長ズボンを履いて行動することで程よく汗をかかずにランニングを楽しむことができます。晩秋から初春にかけて中低山の登山、そしてハイキングなどを楽しまれる方にもとてもおすすめの一本です。山の行動着から休憩ウェアとしてカバーする非常に汎用性に優れたアイテムです。 もう少し寒くなってくると、これを日常ではパジャマとして活用することもあります。この着心地の良さ、ぜひとも皆さんも体験してみてください。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画気に入っていただけた方はグッドボタンを、そしてチャンネル登録もぜひこれを機会によろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。